こんにちは。名古屋のおばさんとみたです。本日は、イーダグループホールディングスの ID ホームの家をご紹介していきます。資材や設備の大量購入で、ローコストかつ、高品質な住まいづくりを目指しています。宅配ボックスのついたポストです。ID ホームの家は住宅性能においても耐震等級など最高等級の3を取得しており、地震にも強く安心してお住まいいただけることと思います。それでは室内をご覧いただきましょう。一般的な大きさのシューズクローゼットです。全身映すことのできる姿見がついているところは嬉しいでございます。今回はちょっとした土間収納のある家です。土間収納はベビーカーやゴルフバッグなども収納できるので、あると嬉しいスペースです。残念ながら、付いていない物件も多いです。シューズクローゼットの容量もご覧ください。玄関に飾り棚があると使いやすいです。比較的和室のある間取りが多いです。今回の家は洋室としても使えそうなシンプルなデザインの和室ですが、古典的な和室タイプの場合もあります。オフホワイトで床材と建具が統一され、窓のサッシは黒で引き締まった印象の家でございます。床材はベージュ系やブラウン系も多いです。最近は収納の多い家が多くなっています。おトイレは1階、2階とも暖房便座付きのシャワートイレです。節水省エネ仕様でバリアフリーにも配慮して、手すりや棚、タオル掛けも設けられています。ペーパーホルダーが2つあるところがいいところです。洗面台は3面鏡付きです。シャワー水洗でシャンプーもできるタイプの仕様です。今回のように洗面上に収納棚が付いている場合もあります。それではバスルームも見てみましょう。今回は焦げ茶の壁ですが、壁の色がベージュのタイプもございます。浴室乾燥も付いております。1坪サイズの一般的なバスルームです。鏡が小さいところが残念です。シャワーはスライド式ではありません。この小さい鏡でどのぐらい映るのか、今回はどうしても確認したくて、お恥ずかしながら、おばさん、全身映してみました。下がれば、意外に映せました。洗濯パンはありません。個人的にはない方がスッキリしていて好きです。リビングルームへと進んでまいりましょう。キッチンには床下収納があり、床下の点検口も兼ねています。キッチンは一般的にグリナッツ製またはパナソニック製が設置されています。ベージュやホワイト系が多いですが、たまに赤などの場合もなくはないです。浄水内蔵型のシャワー水洗です。人工大理石のキッチンカウンター、そしてお掃除しやすいキッチンパネルのキッチンです。一般的な白っ子ファンの換気扇を設置しています。カウンターはフラットではなく、少し高くなったタイプが多いです。スペースがあれば、ちょっとしたお庭のある家も多いです。1階の掃き出し窓はシャッター付きサッシ窓となっています。バルコニーの幅だけの木も出ているので、雨も当たらず、いい感じです。See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge. 玄関と階段にはあると安心感のある手すりを設置しています。ではでは2階へと進んでまいりましょう。階段にコンセントもつけてあります。お掃除するときに便利です。それではインテリアをイメージしながらどうぞお楽しみください。
never really had a place to call my own, so I travel and I roam till I find that. But I'm full of adventure, so I wander and I venture, and it's safe to say that really I don't mind that. I book a flight to try to figure where my mind's at. まずは 6.5 畳の洋室をご覧ください。一般的な洋室の広さでございます。広さはいかがでしょうか？She said you're funny, I said no, I'm David and I left. Sunshine and birds chirping, let me take a breath. I'm headed to the city where my chance to make it best. What people like to give a little, then you take the rest. I'm hoping one day maybe I can find a place to rest. I fell in love with life and wonder where it take me next. I like the hustle and bustle, I fell in love with the fashion. I feel the pulse of the city, it's moving me like a passion and it's mine.収納には棚とポールもついていて、そのまま便利にお使いいただけます。アイビホームの家はデザインクロスは少なく、真っ白なクロスが多いです。フランス人は真っ白な壁を見ると殺風景に感じるらしく、インテリアに無頓着な人に思われないよう、思わず何か飾ってしまうらしいです。そういえばアメリカ人は写真を飾るのが好きですよね。こちらは広めの8畳のお部屋でございます。窓はベアガラスで断熱効果も高く、結露もしにくくなっています。アイビホームの家は良くも悪くもシンプルなので、好みのインテリアでアレンジしやすいと思います。最後のお部屋は6畳のお部屋です。This is the city I met all my best friends, and I wanna thank every break, I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Keith drove us down to Ice Place while we'd roll up a blunt, and me and Jack would get stony, walk around and get lost.となっています。さて、いかがでしたでしょうか？アイビホーム株式会社施工の家でございました。お部屋の広さなども見ながら、いろいろイメージしていただけましたでしょうか？東証一部上場企業のアイビホームの建物は地震にも強く安心です。室内は一般的な、使いやすい、間取りでシンプルなデザインなので、お好きなインテリアを存分にお楽しみいただけることと思います。アイビホームの家は、可愛らしい玄関扉がよく採用されています。時々ですが、個性的な赤の玄関扉ということもございます。情熱的ですね。玄関とはセンサーが人を感知して、自動で点灯します。玄関階段は手すりを設置しています。玄関扉はピッキングを防止する防犯玄関錠で20のピンクルキーで安心です。本日も長いお時間ご覧いただきありがとうございました。仲介手数料無料のAプレイス株式会社がご案内させていただきました。ありがとうございました。